これわからなくて、どうしつの
ろんなイベントに出演し、糸島の魅力をたくさん PR しています。また障害者施設や老人施設などのイベントにも積極的に出演し、元気と笑顔を届けています。最近は海岸や川の清掃や山の植林、田植えや稲刈りなども実際に体験し、自然豊かな糸島を守っていきたいと思います。続いての曲も2曲続けてお聴きください。
本日はありがとうございました。ありがとうございました。